百人一首五十三右大将美術なの母の歌です。嘆きつつ。一人ぬるよのあくるまは。いかにひさしきものとかは知る。歴史的仮名遣いはありませんが。一人ぬるよのです。寝るではなくてぬるですので気をつけてください。古文の言葉です。 作者は右大将道綱の母そうです道綱のお母さんというお名前なんですねつまり彼女の本名は伝わっていないということですまた、えー、道綱の母つまり藤原の金家の妻でもあるわけですこの藤原の金家とこの方のお子さんが藤原の道綱ということになります 平安時代中期の歌人ですこの歌が収められているのは周囲和歌集です言葉書にはこのようにありますはい、入道摂生まかりたるに角を遅く開けければ立ちはずらいぬと言い入れてはべりければ入道摂生というのがこの藤原の可燃家なんです夫が家を 訪れました。その時に、えー、家の門を遅く開けたんです。そうすれば金家は夫は立ちわずらいぬ開けてくれないから立ちつかれ立ち疲れたと言ったので金家の妻はこのように歌を詠んだという流れです。家の中に入れるのが遅くなってごめんなさいというような歌では決してありません。 金家の妻は夫の訪れをきっとずっと待っていたんですそのことを忘れずに一緒に読んでいきましょうね嘆きつつ一人ぬるよのあくるまははいつつですね覚えていますか接続助詞です反復継続を示す言葉 なんですが「百人一首49」でも「夜は燃え昼は消えつつ」というフレーズがありましたね何々何,々何々お嘆き嘆きそうか何を嘆くのかと、えー、まずここを考えないといけないわけなんですけれどもお話を戻しましょうつつですす反復継続を表すそして、えー、訳す上では「何々しては という風にするのが良いという話を四十九の歌の時はしましたけれどもこの現代語としての言い換え方法として同じ言葉を二回重ねるというのもあるんですどちらも文法上の意味は変わりません続きましょう一人ぬるよのあくるまは一人で寝る夜の夜が明けるまでの間は さあ、右大将道綱の母夫金家の訪れを待っている。そんな夜なんですが、一人で寝る。夜の夜が明けるまでの間はと言っています。つまり、夜は夫が来なかった。ですから、嘆きつつ何を嘆いていたのか？といえば、あなたの訪れがない。寂しさを嘆き嘆き。 夜を過ごしていたんですね。では下の句です。いかにひさしき。ものとかは知る。いかには副詞でどれほどという程度の大きさを表します。それからひさしき、えー。形容詞です。終止形はひさし。時間が長いという意味です。もう伝えたいことは分かってきましたね。 では、えー、最後の句ですね川。大事な文法です。お話ししますよ。まずですね、川の川を見てください。そう、係助詞女子、皆さんよくもうご存知だと思います。そして、係助詞女子、係結びの法則です。そして、もうお分かりだとは思いますが、えー、川の結びは連体形です。知るは連体形として今、使われています。そして、 その係、助詞かにさらに係助詞わがひっついているんですね。かは？です。そして！今回半語で使われています。何々だろうか？いや、そんなはずはないという意味ですね。強い主張が込められています。それではしもなくまとめまして、このようになります。 どれほど長いものであるか、あなたはご存知でしょうか。いいえ、ご存知ないでしょうね。結構な恨み節ですよね。それには実は背景があります。藤原の金家は、この宇大将三綱の母の他に、妻がいて愛人もたくさんいたんです。彼女は金家の2番目の奥さんです。 普段から藤原兼家とその妻宇大井美道なの母の中はなかなかうまくいかなかったそうですといった。ということでこのように恨み節の歌を読んでいるわけなんですけれどもこれねよくよく口ずさんで何度も意味を考え直してみると「それほど私はあなたのことが好きなのよ」と言っているようにも見えますね。 そうこの2つの気持ちが相反する2つの気持ちが同居しているようなそういう歌なんです。特に高校生の皆さんにとってはもうおなじみだと思いますが彼女はお大将道綱の母は「かげろ日記」という日記を残しています、えー、入試問題としてもよく取り上げられますね「心変わりを繰り返す夫藤原の金家い そんな夫のことが憎たらしいんだけれどもそれでもやっぱり好き、えー、21年間の結婚生活の日々の苦悩を赤裸々に書き残しているのがこの「かげろう日記」ですもちろんねあの日記の中にはこの二人の子である宇道綱も出てきます、えー、昔から女性の本名というのは記録として伝わっていません彼女に限らず 例えば、紫式部だとか、聖少納言だとか、彼女たちも当然本名ではないわけです。そういった流れもあって、えー、この歌を詠んだ彼女は、う大将道綱の母、道綱のお母さんという呼ばれ方をしているんですが、こういった呼ばれ方をすることで、逆に家族関係がよくわかってきますよね。この機会にね、女性の名前の呼び方、 さらに彼女が残したかぐろ日記についても興味を向けていただければ嬉しいです。はい、決まり字です。嘆きと読まれれば、以下の札を取りましょう。嘆きつつ、一人ぬるよのあくるまは、いかに久しきものとかは知る。百人一首五十三だ大将ょうみなの母の歌。以上です。